1953年、近藤恵子は日本の元同洋歌手、女優、東京府出身、聖歌学園女子高等学校卒業。7歳より、キングレコード専属作曲家であった山本正幸に支持し、1951年、小豚のラッパーでデビュー。1954年にキングレコード専属となり、後に音楽文化研究家となる。 永田赤月2が担当ディレクターにつき、過去の名作同様の再レコーディングを行った。1954年、テレビの連続ドラマ、星を見つめて、私のお母さんの主演を務め、日本テレビの専属タレント第一号となった。その後、同様歌手の中でもルックスが重要視され、八頭身美人として人気となり、雑誌、病状などのグラビアに、美空ひばり、 中村金之助、三橋道也などのスターに並んで、迷子を登場するようになり、ブロマイドの売れ行きも好調であった。1961年の高校を卒業と前後して、作曲家の飯田三郎に指示し、歌謡曲を学び、同様歌手からの脱皮を図る。1962年の新聞のインタビュー記事では、前年にリリースした。 白い花の思い出の潜在用写真を気に入った一枚として、あげ、成長をアピールする反面で、大人になるのが怖いと本音を述べている。妻子ある男性と真珠未遂事件を起こし、1965年に芸能界を引退した。ありがとうございます。